はい、関節が5分おしんど高いね。見てみましょうか。今やコンクールで固めたんだけどね、枕が電気つきますよ。高いとこ、この辺ではね、一番高いんですよ。一番高いんですよね。高さが5メーターちょっとあったかな。この伊方楽の関節が5本か、あれは寺崎の白壁が本やったね。あっこを覗いた後に、さらたに5本。これね、どうしても行かなきゃいけませんけどね。大きいよね、これね。これ、ハイタイド昔聞いたんだけどね。ハイタイしかおんねんけど。ものすごい、なんか、天井が高いって言ったかな。見た感じ言うんやけど、こうしよう、怖いね。おお、すごい、家がせっかくなってるね。はい、ありがとうございました。白壁古墳でございました。猿谷古墳はこの辺を指したんやな、ずーっと前。案内いただいたんで、それを頼りに行ってみようか。じゃあ、猿谷横穴古墳に行ってみましょう。そこはね、そこから階段降りて、池のとこあたりはね、右上がって、行くような、ちょっとね、印をつけといたかや、なんかそんなこと言ってくれたけどね、どうなんだろうな。今ね、なんかやってあるんでね、どうしよう。いいですか、すんまへん。すんまへん。あ、すんませんね。この辺が階段があるって聞いてきたんだけど、どこか。こっちに下降りるとこの。こっちありましたね。そうそう。これ、寺崎の大寺へ抜ける。あの、猿谷古墳がありましたろ。え、猿谷古墳。猿谷古墳。猿谷。ああ、聞いたことあるな。まあ、その辺に来たけど、だいぶ探してなかったんで、なんか下降りて上がれ言うとるからね。あ、それ。はい、すんまへん。なんか上から上がってもね、わからないんで。はい。もう4辺目です、4辺目。そこを探すの。ありがとう。あ、これやね。はい、すんまへん。これ、あの、階段がありますわ。ちょっとね、スルスル滑るからね。怖っ。下にね、いっぱい、おお、下にいっぱい、葉っぱがいっぱいやからね、滑りますね。よしよし。これをね、降りて、ここだけだろ。あ、寺崎ね。集落。これ降りてね。話によると、あれは田中さんの話によるとね、池があるから池んとこから上がれって言ったな。池を越え、あ、ほ、池や。これ越えて。池越えて上がるようなとこ見当たらんけど。ちょっと待てや。誰かね、上がっとるわけやから、この上かな。いや、何も印ないね。どうだろう。もっと先行ってみるか。わかりませんな、これは、入り口は。
池越えて、この池がね、これかな、分からんな。なんか歩いた跡ないんだけど、竹がバタバタ倒れとるかね、竹が。これはちょっと上がるところがないね。ただ話によると、目印をつけとくようなことやったけどね、ないか。この辺が入ってみるか。これは入れんな、これは無理ですな。これちょっと無理でございますか。これはちょっと無理やね。どっかないかね。いやー、ないね。こんな下じゃないね。あの話は行けんとこらへんやいうの話だったんで、ここ池や、池越えてからここ、これ行ってみるか。人が歩いた跡が見当たらへんだけどね。こんなとこ登るか。よしよし。わからんな。よしよし。どこだ。ああ、目印あった、目印が。これだ。これ、田中さんつけてくれたんだ。ありがとうございます。次はどっちだ？まっすぐ上がるか、これ。これはみんな上がってんのやろか。大変。おい、よし、こうか。これがそうな、大木を垂れちゃうな。大木垂れとるけど違いますか。どっちでっか。行きまへんか。こうした。降っていく。これ大丈夫かね。あら、根っこごと倒れとるかね。これや。ほら、奥の大木が一本。日本三本垂れとるわね。これどっち行くんやろ。見当たらんな。リボン、あそこにリボンがあるね。こうやな。これ、これ。どっちやろ。見当たらんね。まっすぐ進んでみるか。ここになんか石があるけど、違うな。ありそうでないね。こっちなんか歩いた跡があるんだけど、あ、テープテープ。
テープあった。もうテープテープ、よっしゃ。あとテープどっち行っとんの、わからない。わからんな、テープは。はい、ここですよ。さらさに横穴子。あー、やっと来れました。3年も4年もかかってます。これみんなこれ、マークしてくれてるからね。簡単にこれを売るっていうことやったんやけど、それでも大変でした。ありがとうございました。はい、さらさに横穴子分からね、上上がられんから今のところでバックしましょうか。はい、ありがとうございました。